はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日は、グラブルフェス生放送2日目お疲れ様でしたということで、はい、まあ新情報とかもいろいろあったけど、個人的にすごいピッククラポンだったのは、あのグラブルのライブがあったじゃないですか、キャラクターライブ。もうそれのね、カリオストロの 3D のクオリティ高っと思って、そこでなんかちょっと引き込まれてしまったんですけれども、まあちょっと待ち時間にね、動画の編集しながらそういうの見てると、まあすごいテンションが上がったんですが、まあ本日はタイトルとサムネイルの通りなんだけど、スターレジェンド10連ガチャと、あと SSR チケットあるんですけれども、そっちの方回していきたいなと思います。まあプレゼントの方もね、こうやってプルルルルルって届いてたんですけど、まあその中でも SS レアのチケットがありましたので、そう、2020年11月古戦場 SS レア確定ガチャチケットということで、まあここら辺をこうポロッと回していきたいなと思っております。でまあね、無料ガチャの10連もあるんで、今回無料ガチャ10連とスタレと SSR チケットっていうような感じになってますね。うん、でまあ今回のガチャで言うと、クリスマスキャラクターのスタレ、お前クリスマススタレで何欲しいんだよって思うかもしれないんだけど、俺ね一人だけ持ってないんだよね、クリスマスアルルメイヤ。クリスマスキャラクターはもうアルルメイヤだけ持ってないかな、それ以外はもう持ってるような形になってますね。はい、なんで、ちょっとクリスマスアルルメイヤ狙って回していきたいかなっていう感じです。工場キャラクターはなぜかね、土の三人衆が工場キャラ、なぜか土属性だけ引けてないんだよな。ミレイヤアンドリゼット、ディアンサ、ジンということで、まあこの辺りも引いていきたいなっていうような感じです。それじゃあ、早速回していきましょうか。まあ無料ガチャ、ケツの女、ナルメアのなんかあれも良かったね、 3D もナルメアちっせえなーと思っちゃったんだけど、ちょっと回すのがの、西の海に溺れる、1個目、お、やばい、スキンが追加された、ダヌア、コーマの包丁。コーマの包丁って光でしょ、結構優秀じゃなかった、排水技巧とかじゃなかったっけ。割とコーマの包丁はなんか面白そうな感じはした。トン、あ、レイガン、これはレイガンってあれじゃね、レイガンってさ、クリスマスミオンじゃないレイガンってクリスマスミオンじゃなかったっけ、そんな名前じゃなかった、レイガン。そうだよね、クリスマスミオンだね持ってなかったら激当たりじゃん、激当たり過激弾じゃん、びっくりした俺、あれレイガンってそういえばそうだよなと思ったら、いいの引いたね。で、あのコーマの包丁がさっきも言ったんだけど、技巧排水なんですよね。そう、光の技巧プラス排水だから、アークと混ぜ合わせれば排水技巧確定編成ってできるんだよ。うん、だから、まあ、コーマの包丁は4凸1本あると面白いかなっていう風には最近こっそり思ってはいるんですけど、まあ光の排水ってもう他に優秀な排水がないんであれですけど、コーマの包丁2本か、まあもうちょっとあったら嬉しいかな、いつか輝くかもしれない。でも次の光古戦場ではさすがにやんねえだろうって気するけどね。スタレはちょっと最後にしようか。じゃあ次、特別チケット回します。11月古戦場 SS ラー確定ガチャ、これだね。じゃあこちらの方は割とまあ限定、季節限定出ないでしょ、11月古戦場ってことは。となると、まあ、ミレイユ&リゼット、ディアンサ、ジン、まあ、この辺りは当たりかなっていうような感じですかね。まあいらないのはタミンサリかな。今回の、2日目のグラブルフェスの生放送でなんかサプチケ交換がタミンサリみたいなのあったんだけど、あんまタミンサリって使わないんですよね。そう、古戦場の肉集めとかでもあんまタミンサリ使わないんで、俺は正直いらないと思ってる。4と積もってるタミンサリ、4凸を持ってる俺から言わせてもらうと、あんま使わんぞタミンサリは。どうなんでしょうね、次の古戦場。まあキャラクターによっては出るかもしんないからな。いくぞ、でいっ、ヴィンテージは出るでな、ここ。うん、だからまあヴィンテージも特にいらないの。まあコーマの包丁それこそ出たら嬉しいかもな。まあ新キャラ出ろという気持ち。はい、あ、アナザースカイ、次の空へと。もうなんかこのなんか門の奥から見える空の世界よ。7周年にも期待を馳せるかのごとくの青々とした空、アナザースカイ。
もう未来明るいな、拙者の未来明るいな、そんな感じですね。じゃあちょっとさ、最後にね、廃れ回していきましょうか。でこちらの狙いはクリスマスアルルメイヤです。確率的にはね、提供率全部 11% なんだよね。そう、全部 11.111% パポポポポポンっていう風になってるんで、まあちょっと今回はアルルメイヤ自分狙っちゃってよろしいですか。いきます、対戦よろしくお願いいたします。レディゴレディゴ来たよ。まあ、ここまずね、ここはまず普通の10連だから、ここはまず普通の10連、よーし、普通の10連よし、ここからシルバームーン美味しいよしからの、ここで今回さ、混合とさ、ヒヒーロ金配布あったじゃん、ダマスもあったじゃん、混合ヒヒーロダマスの配布があって、さらにかつさ、次の初心者ミッションみたいな、初心者ミッションじゃない、なんかミッションキャンペーンみたいなのやってる、やるっていう話で、そのミッションキャンペーンで混合もらえるらしいのね。もう序盤のなんか成長としてはかなりいいよね。めっちゃ混合もらえて羨ましいなと思っております。はい、おー、至極か。まあ、まだ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 セーフだな。至極の指輪はまだセーフと言われているで、ここから本番だね。これが本番、 11% を引くことができるのか。まあ 11% って言うなれば11000% みたいなところあるかな。11000% といえば、まあ、要するに100体は出るってことかな。任してくれ、俺の運命力でアルルメイヤを、俺たちエターナルラブだから、アルルメイヤエターナル、うちがいるじゃない、うるせえパーン、俺はアルルメイヤなんだよ、ひどいよ団長、指輪もくれたのに、うるせえ、今の俺はアルルメイヤなんだよ、パーン、7周年もよろしくお願いします。